フィンガーラバー皆さん、こんにちは。和京のアレンです。今回この動画ではヤンゴンの停電対策についてお話ししていきたいなと思います。もちろんヤンゴンにお住みの日本人の方にとっては停電はもう身近な存在であって、よくご存知かと思いますが、日本に住んでいる方にとっては、日本でなかなか台風があっても停電が少ないぐらいすごいインフラがしっかりしているのでなかなかないと思いますが、こちらヤンゴンでは特に7月の今のこの時期、寒気の時期に停電がよく起こると言われています。実際にアレンの家でも3日に1回か4日に1回くらいの頻度で停電が起こるんですが、何時にどのぐらい何時間停電するかって全くわからない状況なので、すごく停電には困っているんですが、対策をするとうまくこうヤンゴンで生活していくにあたって、対策をすることで不便を感じずに暮らすことができるので、今回そのことを皆様にシェアしていきたいなと思います。もちろん停電すると電気が使えなくなるので、タンクから水を汲めなくなってしまうんですね。なのでまずは停電が起こる前にできることと、停電が起こっている時、停電中にできることに2つに分けて今回お話ししていきたいなと思います。まず停電が起こる前にできることとしては、先ほど話した水の確保が先ですね。なのでまずはこちらをご覧ください。こちらはアレンが今住んでいるヤンゴンのアパートメントなんですけど、こちらの方にこうやって水を、生活用水の水をストックしてます。こういった感じでいつ停電が起こるか分からないので、水をこういうふうに確保しておきます。続いてこちら の浴槽の方にもバケツを用意してて、こちらの水、こちらのバケツにもこれぐらいのすごい大量の水を用意してて、こちらにも小さいバケツ用意してて、こちらで、停電が起こってもお風呂が入れるように水を確保しておきます。なので水に関してはなかなか困ることが、停電中も水を確保してお風呂も入れますし、トイレも入れるのでそこは問題ないんですが、問題なのはお昼ご飯だったり夜ご飯なんですけど、停電中に、こちら見てもらったら分かるんですけど、アレンの家の場合はこういったコンロじゃなくて電気を使ってご飯を作ってますので、停電中になるとご飯を作ることができなくなってしまうんですね。なので今回こちらの冷蔵庫の中身をシェアしたいなと思います。こちら見ていただけたら分かるんですが、この作り置きして小分けしたシチューだったりとか、チャーハンだったりとか、こういったポテトサラダみたいな感じで、小分けして作り置きしていることによって、停電が起こった時にでも作り置きしているので、ただヤンゴンは暑いので外に置いとくだけでも解凍することができますし、ポテトサラダみたいなのだと、あと熱を通さなくてもそのまま食べれるものもあるので、そういった形で料理も工夫しながら作り置きしてストックして停電に備えてます。続いてこちらの停電が起こった後、停電中ですね、停電中にできることについてお話ししたいなと思います。停電中、特に夜だと真っ暗で何も見えなくなってしまうという経験があると思うので、今回こちらを利用します。こちらの携帯の機能でこういうライトがあるじゃないですか。こういうライトをこういう風に逆さまにして、こちらにあるこうペットボトルの水をこうやって置くと、皆さん分かりますか？ちょっとカーテンを閉めてみます。こういった感じでこう灯るんですね。これがライト代わりになって、停電中でも少しのわずかながらな光をこういう感じで反射することによって、できるだけ真っ暗なところじゃなくて少しでもわずかな光をこう拡大させるというか膨らますことができます。これも一つの震災の時などにも使える知恵の一つとなっております。そして停電中でもしもさっき言った解凍、作り置きしたものを解凍したりとかして対策できるんですが、それでもお腹が空いてもう解凍する時間も待ってられないっていう方にとって、アレンが強くおすすめしたいのがこちらです。じゃん、こちらのビスケット、どのビスケットでもいいんですけど、こういった感じでビスケットだと常温で保存できますし、かつ停電中にアレンはいつも停電中にこれを食べるんですね。停電すると解凍する時間お腹空いてしまうので、これを先に食べてお腹を少し満たしてから解凍したものを食べるっていう形で、これだといつでも停電中でも食べれるっていうすごい強いアイテム
となってますので、皆さんよかったらビスケットはコロナ対策というよりも常日頃から家に 一缶こういった大きいタイプを置いていたら安心なのかなと思います。でちなみにこういった感じで先ほどの説明の追加なんですが、冷凍庫にこういう氷だったりとか水を入れたペットボトルを凍らせて置いておくことで、お肉とかのこういった傷みやすいものっていうのも冷蔵庫から冷凍庫に瞬時に移すことによって、停電後でも鮮度が落ちずに傷むことなく、まあ、停電中の、まあ、2時間とか3時間っていうショートスパンであれば、お肉とかでもこう確保でき新鮮なままでキープできるかなと思います。以上が今回のアレンの停電中にできること、停電前にできる対策、停電中にできることの紹介でした。これからも、まあ、停電起こってくるので、いろんな知恵を絞って生活していきたいなと思います。もしもヤンゴンにお住みの日本人の方とか、もしも停電軽減した方でなんかこういったのおすすめだよとか、こういうふうにしたらもっと停電中でも楽に過ごせるよっていう意見やご意見があれば、ぜひ概要欄からコメントお待ちしております。では今回の動画は以上で失礼します。ご清聴ありがとうございました。またー。